スケニンです。今回は水草水槽を炊き上げます。私新人ネオスケニンは水草水槽を作ったことがないので、水草水槽炊き上げの経験のある生態管理人を誘拐してきました。では早速使う水草を紹介します。南米に生息するオモダカ科の一族で、比較的強健な種類が多いのでおすすめです。エキノドルスは他にも種類がたくさんあり、アマゾンソードプラント、ラジカンスなど、ぜひ検索してみてください。東南アジアなどの地域に自生している里芋科の植物です。古くから水草レイアウトで使われており、一度根付くと弱い照明でも育成可能です。ミソハギ科の植物です。非常人気の高い種類の一つで、密生させ美しい茂みを作ることができ、初心者の方から上級者の方まで幅広く使われてる水草です。赤系の代表的な水草です。育成は比較的簡単ですが、成長は遅めで、細かなトリミングは必要ない水草です。ビギナー向けの水草で、適応範囲が比較的広く、水温30度でも育てることができます。では水草水槽を作ってもらいましょう。今回は赤紫の砂を用意しました。アク抜きした流木を入れるみたいですね。どんな水槽を作るのか聞いたところ、まずそこ砂を高くして奥行きを見せ、真ん中に2本流木を置くことでアクセントをつける。流木と木化石でいい感じですね。次は水草をレイアウトしてもらいます。木化石の後ろに、バコタモンに襟を植えるようです。茎がしっかりとしており、浮力の強い水草ですので、このように抜けてしまい、レイアウトに工夫が必要です。さあ、行くぞ。水草用のピンセットを用意しました。お、あるじゃないですか。これがあればいけます。と言っていましたので、これで安心ですね。取れてるやないかい。こいつは厄介そうじゃな。そこ砂を少し高くして、深く植えれるようにしました。いけましたね。次はエキノドルスを植えます。大きいので植えやすく、このように。ブスッと植えちゃいました。少し離れて見てみましょう。かなり大きいですね。迫力があり良いかもしれませんね。お次はロタラナンシアンを植えます。さあ一発で植えられるのか。いけましたね。お次はネサヤを植えます。赤系を入れると雰囲気が変わりとてもいいですね。最後はこちらクリプトコリネウエンテグリーンを植え、レイアウトは完成です。濁りを取りましょう。おお、綺麗ですね。赤と緑合いますね。ここまで綺麗な水槽だと生態入れたくなりますよね。では入れちゃいましょう。あ、なるほど、指パッチンで一気にカットってことね。はいはい、やりますよ。入れた生態をご紹介します。お掃除生態で有名なオトシンクルス、吸盤状の口で水槽のガラス面や流木などにくっついて苔を食べます。少し珍しいシュードムギ USB、 ゲミカ入れてみました。安定した輸入は見られないため、希少価値が高い魚です。宝石のような魚で綺麗ですよね。小型で美しく人気の魚、クラウンキリー。ボディにストライプが入っているのが特徴です。やはり生態を入れるといいですね。次回の動画は、ネオスにいるコリドラスたちをご紹介いたします。Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画で。ありがとうございました。